ましてはじめましてはじめましてこよりって呼んでもいいのかな。あ、もちろん私もこよりでも何おめえでも何でも呼んでください。じゃあこよりもマリンのこと お前ってちょっとそれいいですね。なんかちょっと結婚してるみたいな感じします。なんかいいのかな結婚なんて。いいのかな。え、何話す。ちなみに船長のパンツは履いてません。ええ、履いてませんと。あ、はい、透明ですか。なんか船長、はい、ちょっと胸の部分になんか茶色いのあるじゃないですか。はい、これがね、地続きでパンツまで繋がってるタイプのパンツなんで、丸見えパンツですね。あ、なるほどですね。はい、じゃあ、もうそれを脱いだら、もう、全裸ってことですね。あ、そうそう、そういうことですね。あ、素晴らしいと思う。そういうことかな。そう、ダイレクトに触れちゃうってこと、あ、そういうことは良くないですね。ちょっと、これさ、いけません。そんなね、いきなり下ネタなんて、で、ね、マリンと絡むと下品になるって言われてしまいますよ。くより、今ホロックスのマリン先輩って言われてるんですけど、はい、これ大丈夫ですかね。え、どういうことですかね。くよりお前いよいよ本当に結婚のオーラが やめた方がいいですよ。でもちょっとすいませんすいません。ねまだね、はい、船長が一番目だからね。すいません。でもこれは女の子であれば何人でもすいません。何もないです何もないです。最低やなお前。あごめんなさい。でもマリン先輩も俺お前なんかと結婚できるか。あ浮気は許さないんでちょっと船長はい